はい、ガレージ友吉です。今日はね、少しだけ、ジオラマですね、この紙芝居の、ジオラマですねを進めてみました。で、ちょっとね、この下ですねの板をね、ここくっつけて、で、まだね、この、言うたら板の周りですね、に、ちょっと、僕がオリジナルで、加工したりとか、ちょっと、ね、部品とか、そういうのを作って、やってみたいと思います。で、一応ね、ここのとこですね。ここのとこですね。ここはね、ここはまだ道になるんで、こっち側になんか、その道みたいな感じに僕がちょっと作ってみたいと思うんで、まだやってないんですけど、この花壇というかこの石ですね、上に石あるとこら辺の下に、タイルを、こういう風にね、貼ってみました。で、この鳥居さんのとこも、ここだけ今開けてます。はい。で、こっちもこういう感じで、ちょっとねタイルがなくなったんで、こっちはまだつけてないですが、また買ってきてね、こっちもちょっとつけたいかなって考えてます。はい。で、今日はそのタイルとね、こっち側のね、ここの花壇のここの石ですね、もうちょっとつけてみました。で、電柱、昔風の木のね、色した電柱ですね。この、いらないランナーを、こういう感じに作って、まあ部品とかもね、いらない電球とかのやつを作って、こんな感じで、今は2つやってます。まだこっち側とかね、こっち側とかに2個ぐらいと、で、もう1個ここら辺に、鳥居さんの横ぐらいにもう1個つけたいかなって考えてます。で、これを LED の電球ですね、この、電柱のね、街灯ですね、街灯に LED の球をちょっとつけて、で、この灯籠ですね、灯籠の中、これ今まだボンドくっつけてないんですけど、この灯籠の中にも、LED の球を1個つけて、ろうそく代わりですね、ろうそくみたいな感じにつけてみたいと思います。はい。で、昨日もね、言うたと思うんですけど、この苔とかね、ちょっと汚れてる感じですね。雨とか風とかね、で、やったような感じで、ちょっと汚れてるような感じで、はい、してみました。はい。まあ、こんな感じで、ちょっとここに、今、仮で置いてます。はい。で、まあ、黄金バットの、ね、紙芝居の、ですね。はい。で、今日は、まだ、おじさんはね、紙芝居のおじさんはまだ色、服とかは塗ってないんですが、ちょっと子供、ね、3人の子供ですね、一応、僕が思った色ですね、服とかの色を、で、この女の子の草履ですね、のとこ。で、
一応ね、下の靴とか、で、この子供の、ズボンとかもちょっとまだ色塗ってないんですが、今ちょっと色分けをしました。はい。で、1回目なんで、これもう一度明日ね、乾いた時にもう一度この上から塗ってみたいと思います。で、頭ですね、髪の毛の方が黒色とかもまだ塗ってないんで、明日以降に塗りたいと思います。はい。まあ後ろもね、こんな感じでまだちょっと下地も見えてますんで、もう一度塗り直しっていうか、上塗りします。はい。まあね、着々とこんな感じで、出来上がってきてますんで、まあでもね、まだまだちょっと、加工して、僕のオリジナルで想像でね、もうちょっと作ってみて、これが完成やっていう時に、その時まで、お楽しみください。はい。それでは今日はこのあたりで、終わらせてもらいます。はい。ガレージ友吉でした。お疲れ様でした。バイバーイ。